ミサスタをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、ミサコです。トルコカッパドキア2日目早朝です。気球に乗るために早起きしました。オフシーズンなので混んではなかったですよ。朝食のパンとジュースなどが配布されました。まだまだ真っ暗の中、気球が膨らんでいきます。行ったのは3月中旬でシーズン前、天候によっては風で飛ばないそうです。ちなみに前日は風が強かったため、当日の朝はキャンセルになったんだそうですよ。飛べるのはラッキーだねって言われました。みんなで乗り込みます。ドキドキ。ちょっと明るくなってきました。気球に乗り込んでスタッフさんの説明を受けます。観光会社いくつかありそうで、他の場所でもどんどん気球が準備されていました。外めちゃくちゃ寒かったんですが、炎がいい感じにあったかかったです。と言っていたら、とうとう飛びました。空の旅へと向かいます。一気に高度上がってくんだよね、ほんと。もうここからは最高な景色を多めでお届けするので、ぜひご覧ください。すごいよ。バカタケ。私あれかも、あの700、800超えると間になる。あ、なるほど。900ら辺でもう。そう。なんか一瞬ね。一瞬来た。一瞬来たよね。ちゃんと来たよね。いや、来る予兆は。そう。予兆は十分だった。そんな感じすって。待ったら大丈夫ですか。うん、ギリ。さっきは、でも実際ね、怖いとかじゃないのよ、はい、ないんだけど、なんか脳が止まる。確かに耳緊張する。うわー、終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。あー、もうだ、もう着いた。何、あそこに直接乗せるの、そんなことある？え、うん、え、まさか、え、器用なことしてんじゃん。すげえ。え、器用すぎない？あ、で、アブソーツ。嘘やん。おう、出ないところ。あー、これは拍手。すごーい。
い。プロの技すぎる。え？何？新たなアトラクション追加されたけど。え？新たなアトラクションが。どういうこと？連れてかれんの？え？そんな器用なことある？だってこれバックしてるんだよね。器用すぎない？なんかもう影が不思議なのよ。すごい技術よ。というわけでフライトは無事終了です。それを祝ってワインが振る舞われました。ノンアルコールもあったのでみんなで乾杯しました。いやー、最高の旅でした。全人類カッパドギアマジいって。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。